皆さん、こんにちは。本日、7月11日13時より、プレミアムバンダイにて、ゴジラ対エヴァンゲリオン、デフォリアル、エヴァンゲリオン初号機、G、覚醒形態、限定版の、予約受付が開始されまーす。2月12日開催のワンフェス以来、ようやくお披露目ですね。予約受付期間は、2023年8月7日23時まで。全高が約17センチで、価格は税込み15,400円。過去に少年リップから発売されていた、シン・ゴジラの覚醒発行バージョンが、全高約14センチで13,200円でしたから、妥当なところでしょうか。とはいえ、発行なしのシン・ゴジラが6,050円でしたから、ちょっと割高感はありますね。さて、ここからは私個人の感想です。サフ状態の造形は、かっこいいと思ったんですが、いざ再識されると、これじゃない感が。リアル闘神の時は、微塵も感じなかったんですけどね。7年前の当時、初版を即ポチしたくらいですから。なんか、エヴァってディフォルメされると違和感ない？まあ正直、だけーってのが本音です。発行ギミックなしが、1万円以下で出るなら、購入しようと思います。少年リックのホームページは、まだ更新されていませんが、おそらくこちらでも予約を受け付けると思います。一刻も早く予約したい。って方は、プレ版で予約してください。てか、13時9分に見たら、瞬殺やないかー。ただし、二次予約はありそうですね。やっぱりエヴァ5時人気は、まだまだ健在ってことですね。それでは本日はこれまで、ご視聴ありがとうございました。